デリック・コールマンはカリフォルニア州ウエストロサンゼルス出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシアトルシーホークスに所属している。ポジションは RB。聴覚障害者初の NFL の攻撃選手である。コールマンは先天的な要因で3歳の時に聴覚障害者に認定された。トロイ高校ではランニングバック、ラインバッカーとしてプレー。 大学進学を前にスカウト .com、ライバルズ .com から3つ星に ESPN からは全米ナンバー2のフルバックと評価された。UCLA ブルーインズに進学した彼は1年時の2008年には先発1試合を含む10試合に出場し、チーム2位の284ヤードを走った。2年時の2009年には先発1試合を含む13試合に出場し、 チーム2位の244ヤードを走り、カレッジ初 TD を上げた。3年時の2010年には、先発2試合を含む11試合に出場し、チーム2位の487ヤードを走り、5TD を上げるとともに、スペシャルチームで10タックルを上げた。4年時の2011年には、全14試合にランニングバック、スペシャルチームで出場、チーム2位の755ヤードを走り、 チームトップの 11td を挙げた。4年間で1780ヤードを走り、パシフィック12カンファレンスのセカンドチームにも選ばれた。UCLA 卒業時には2012年の NFL ドラフトでは指名されず、同年4月28日にドラフト外でミネソタバイキングスに入団したが、プレシーズンゲーム3試合に出場して19回のランで50ヤードを走った後、 8月25日に放出された。同年12月5日、シアトルシーホークスのプラクティススクワットに加わった。2013年、プレシーズンゲーム第1週のサンディエゴチャージャーズ戦では6ヤードの TD レシーブを上げるとともに、スペシャルチームで2タックルをマークした。プレシーズン第4週後の最終ロースターカットで53人ロースターに生き残り、 カロライナ・パンサーズとの開幕戦では3回のレシーブで30ヤードを獲得した。12月2日に行われた第13週のニューオーリンズ・セインツ戦において、コールマンはチームメイトのテケレン・デイビスが弾いたボールをキャッチ、プロ初タッチダウンを上げた。この年12試合に出場した。コールマンの障害の程度は現状者の2から3割程度。 補聴器をつけても6から8割であるという。シーホークスの QB ラッセル・ウィルソンはコールマンが課長できるようにサインをコールするときにはマウスピースを外して口の動きでも伝えるようにしているという。UCLA 時代のヘッドコーチリック・ニューハイゼルによれば35ヤード離れたサイドラインでのコーチの指示もコールマンは口の動きで理解できるという。コールマンはクリスチャンであり、 信仰について、私に、神の祝福を。そして私はなすべきことを行うと語っている。2014年1月、米国電池メーカーデュラセルの YouTube の動画 CM に、登場、1300万回以上視聴されるなど、大きな話題となった。この CM に感銘を受けた9歳の双子の姉妹は、コールマンに、応援の手紙を送った。文通の後に、 コールマンとデュラセル社は姉妹とその家族をコールマンが出場する第48回スーパーボウルに招待すること決めた。ありがとうございます。